ご飯の時にジュースを飲むのはダメだって約束だろ。好き嫌いせずにピーマンも食えって。うっさーい。妹は兄にトゲトゲしい態度を取り、そんな中発生した超興味深い話、妹としては絶対に聞き出したい。まるでブラコン。それはケイにとってとても恥ずかしいことだった。これ、花占い、キモいんですけど。失恋でもした？どう振られたのか聞かせてよ。うるせえ、ほっとけ。パパ。おかえり。おう、ミキ、好きなやつでもできたのか。息子の悩みを聞くのもパパとしての活動だ。略してパパ活だな。それ意味ちげえから二度と使うなよ。嫌われたのか何なのか、向こうの気持ちが分からなくて。本場の恋バナ、想像以上にきつくて。レベルが桁違いの話しないでくれる。もう観念して離婚届に判を押せよ。残念ながら俺はまだ妻に未練がある。いい感じだった女の子に避けられるのは好き避けの可能性もあるから。だから本当は普通に話がしたいのに気恥ずかしくてできないなんてよくある話でしょ。もうちょっと待ってあげなよ。私お風呂。